うん、うん。起きたおはよう。<laughs> あれなんかちょっと声変わると思ってるやん。うん。大丈夫うん。<laughs> どないしたんえ 腰痛い <laughs> ごめんごめん <laughs> 昨日激しすぎた <laughs> 冗談だよごめんってば起きれそうほら頑張 <laughs> って起きてほら <laughs> ごめんね大丈夫 しゃあないよ。久しぶりやったし。前不足やったんよ。<laughs> まあ俺はでも、十分満たされたから。あはがった分がった。じゃあ今日は、昨日言うてたお願い、ちゃんと聞いてあげるよ。え 覚えてないんうーん。まあでも眠さやったしね。で、ぼけてたん全く覚えてないあんなに可愛かったのに。何 <laughs> て言ったか知りたい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  <laughs> いっぱい甘えたいよーって言うてたよ。嘘ちゃうって。ほんまほんま。ちょ、なんか、照れてさ、うにゃーって笑いながら、そう言うてたよ。めっちゃ可愛かった。<laughs> 録画逃しとったよかったな。<laughs> いやいやいや、嘘じゃないって。 でも,も、夢でも妄想でもないから。んやそれなんか俺なんかめっちゃかわいそうなやつみたいやん。<laughs> 絶対言うてたよ。ほら、心当たりあるんちゃう顔赤くなってるけど。いった <laughs> 何叩くんめっちゃ嬉しかったのに。んー そりゃ嬉しいやん。だって、いつもなんか、サバサバしてさ、ツンツンって、くるぶってんのにさ、絶対甘えたいとか言わへんやん。だから、心許してくれてんのかなって、思うやん。いたなんで叩くんよ。 うん聞こえなかったなんて今さらって <laughs> 今さらでもないけどうんーでも覚えてへんってことはさ無意識に無意識に入ちゃったってことやろや <laughs> からいっぱい甘やかしてあげようかなって思って。 もういいもういいってなってもう、やめてあげないよ。<laughs> でもなんか今日あんま動けなさそうやん。腰痛いらしいんで <laughs> 馬いっ。馬鹿にしてないって馬鹿にしてないって。<laughs> ごめんってばもう。超幸せだったよ。<laughs> ガジも全部やってあげるから、してほしいこと何でも言うていいよ。 あ、でも、家から出なきゃいけないやつは、少ない方がいいな。ええー、だって、一緒に近くにいる時間、減っちゃうじゃんなんか。ちゃいちゃできないでしょはい。<laughs> はい。なら、とりあえず朝ごはん作るよ。何 パンと目玉焼きでいい <laughs> オッケー。よいしょ。ん何どうした何やねん、それ。ほんまずるいな。においで。おはよ。